こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は、久しぶりにラビリンスダンジョンの攻略動画ということで、ね、一番最近出たサンダーギガース持続性弱点難易度650ということでやっていきたいと思います。物理有効だね、物理有効で今回の、ポイントとしてはこの間のね、正月の福袋でゲットしたガイの D 角、それからグラディオの D 角ね、このダブルゴリラコンビでやってみた。で、敵もね、ゴリラなので、もうまさにゴリラの宴ということでやっていこうと思う。もう本当にね、よかったよ。このタイミングでね、サンダーギガス来てくれたっていうところで、まあ本当ゴリラパーティーが活かせるんじゃないかなというところで、見てほしいのは本当ね、このゴリラ2人がマジで火力ちゃんと出るし、まあ、地味キャラではあるんだよね。ガイとかもめちゃくちゃ地味キャラなんだけど、まあ、マジで強いぜと。このね、戦アビリティね。敵単体に5回連続の持続性物理、短時間持続性耐性1段階ダウン。まあ、この間、戦アビリティの、優先のとか、初心者講座で、まあ、おすすめの戦アビリティこんなんですよっていうのを紹介しましたが、まあ、やっぱガイはマジで強いので、まあ、ガイは本当おすすめだね、必殺技集めるのはね。あと、グラディオはね、ATB 蓄積時間短縮とかね、そういった効果とかではないんだけども、シンプルに、火力が出しやすい。このシンクロのおかげだね、シンクロのこのジャストガードモード。これが自身のダメージ軽減バリア消費時に追撃、ジャストカウンター。で、これが発動回数に応じて持続性アビのダメージアップという効果になってるんで、しかも最大効果特大なんだよね、これが。なので、めちゃくちゃ火力が上がりやすい。というところで、まあ今回ね、グラディオを福袋でも取ったわけですが、はい。で、今回ね、新奥義2段階目まで打てなかったね。新奥義2段階目も打てばカンストするんですよ。何気に。これ、39,999×とかね、っていうレベルで、カンストしてくれるぐらい火力が出るんですけど、まあ今回2段階目は使いませんでした。普通にガイとか、それから、何気にマキナもね、意外と普通に火力出してくれるので、はい、こんな感じの布陣です。で、マキナもね、はい、こんなんです。今回、新たにね、神技等も実装されましたので、何気にね、今回、マキナ D 角、新奥義の1段階目だと D 角使ったけど、火力高いんだよね。7回攻撃で、さらに3回確定攻撃、D 角で出してくれるから、21回攻撃なんだよね。で、63万か。完走してくれれば、前段完走してくれれば、新奥義 D 角で 29,999×7×3 みたいな、そんな感じになってくれるんで、超火力出るのは意外と出るんだよな。強いです、マキナ。チェーン役として今回使ったんだけどね、チェーン役としては十分なぐらい火力出してくれるんで、満足ですね。私、他にもチェーン役としてはね、ガラフ使ってる方とかも、いるでしょうし、あと今回ね、星のチェーンも実際、イングズとかね、使ってる方もいると思うんですけど、一応火力面で見れば、イングズ、ガラフ、マキナで見れば、多分マキナが一番火力出しやすいんじゃないかなとは思ってるんですよね。はい。で、その他キャラとしては、今回ね、ウララを使いました。ウララはもう、クリダメアップ要因だね。はい。味方全体のクリティカル時のダメージアップということ。で、あと、今回ね、D 角、せっかくね、フェスで出たんだけど、一度も使ってなかったので、今回使ってみました。この D 角ね。特別なんか、ぶっ壊れとかそういうわけでは全くないんだけどね。一応これ、デュアルシフトしたタイミングで、この、2回超絶撃つみたいな、そんな感覚になるんだよね、これが。デュアルシフトしてモードに撃つと、追撃で味方全体中回復、リジェネが待機時間2ターン短縮する。ほぼ超絶だよね。マギカール部分みたいな効果ができるんで、必殺ゲージなしでもう一発超絶撃つみたいな、そんな感じになります、D 角の場合だとね。今回そこまで行きなかったけどね。そこまで行きませんでした。タイムがちょっと短すぎたっていうところもありますので、もうちょっと長引く敵だとね、いい感じに多分動きは、わかりやすいと思うんだけどね。ちょっと今回わかりにくかったね。はい、クイナ。はい。で、一カタク要因ですね。使ったのは、戦技、シンクロ戦技ということでした。はい。あとは、そんな感じですね。はい。ガイが戦技、D 角、シンクロ、マキナが戦技、チェイン、新奥義、D 角。で、グラディオが新奥義、D 角、シンクロと。はい。
まあ、そんな感じですね。これでやってみたいと思います。で、魔石、コケオーディン、それからサブ魔石マディーン、ラムー、タイタン、マディーンということですね。そうだね、魔石はこんな感じです。まあ一応まだエンストーン18ね、くっつけてないけど、まあ正直あんま変わんないからね。18ももう15が揃ってるんだったらね、15並べてるんだったら、ダメージ変わって 3% ぐらいかな、確かね、3% ぐらいしか変わんないと思うんで、正直、あってもなくても、そこまでタイムがね、1秒縮んだりとかはおそらくないレベルだね。はい。ということで、実際にやっていきたいと思います。任せろ。